カが食べたーい、ピザ大好き。皆さん、宅配ピザといえばどこで頼みますか？私はずっと一途にドミノ派なんですけども、本当にガチで、なんと最近ドミノさんが出血大サービス、大丈夫、血が止まってないけれども、もう水月から脇腹からただ漏れですけど、いいんですね、私はそこを攻めます。ということでですね、ドミノピザさんがなんとすごいキャンペーンを今やってるらしくって、 L サイズを頼むと M サイズが2枚無料で、いやそれおかしいだろっていう感じのキャンペーンをマジでやってるらしいんですよ。なんでちょっと今日はピザが食べたい気分ということなんで、そこに乗っかり倒していきたいと思います。それを完食するためにスタッフさんも今日てんこ盛りにいらっしゃるんで、まあ狭いお家にめちゃくちゃ多いんだ。しかもちなみにそのキャンペーンは明日までということなので、この動画を見てくれてるみんなはもう間に合わないかもしれないんですけれども、ピザの飯テロをしていきましょうということでですね、頼みます。いいのね。でもあれなんですか、この動画をやることでドミノさんでキャンペーン終わった後までドミノピザ美味しいんだよっていうのが、いや美味しい、味が本当に美味しい、一番美味しいと思うので、ちょっと頼みましょうマジで。このキャンペーンですね、ちなみに7月3日までとなっておりますので、この動画が出る頃にはもうキャンペーン特に終わってるんですよ。ギリー中さん滑り込みです、イエーイ。ただドミノピザさん、これスタッフが相当悲鳴を上げてるらしくて、だろうよ、予想以上に注文が多くて、材料が足りてなかったので一部店舗ではキャンペーン中止になったりするぐらいの人気になります。じゃあ頼むことによってドミノさんのことを追い詰めてることになる。だが頼む、あのドミノピザの美味しさを広めましょう。じゃあ頼むしかないでしょ。さて、デリバリー L サイズピザを買うと M サイズピザ無料キャンペーンの反響を受けて、現在ピザの生地およびピザボックスの供給が追いつかない状況となっております。かわいそうかわいそうかわいそう。でも頼むカロリーイコールうまいなので、今日はブレイコーです、ブレイコーです。そして今回このキャンペーン、 L サイズはニューヨーカーのメニューの中から選ぶのが条件になります。お、クワトロニューヨーカー、ビッグペパロニ、ビッグチーズ、ビッグハム&マッシュルーム、ウルトラチーズ、うわー、ウルトラチーズ食べたい、蜂蜜かけたい。あ、これ私が一番好きなの、クワトロカマンベルミルフィーユです。いつも絶対これにします。あ、ちなみにウルトラチーズは多分対象外です。ニューヨーカーは、うわー美味しそう。クワトロニューヨーカーは4種類も味が入ってるから食べたいな。で、これが L で1種類だとして、あと M2 種類もここから選んでいいの？はい、クワトロニューヨーカー L、カートに入れましたね。入れました。じゃあ L サイズはクワトロニューヨーカー、あ、M サイズはこっから選べるんだ。すごい。なんかさ、こういうタダの時ほどさ、冒険してみたいかも。タダだし、トロピカルって頼んだことないんですけど、あ、こういう時にやってみたくない？カートに入れる、ね、ガーリックマスターかマヨジャガで迷ってるんだけど。なんかちなみにこの後ラジオの喋る仕事ありますか？関係ないね、関係ないね。じゃあガーリックマスターにしようっと。あ、選べるの？じゃあトリプルミルフィーユにしちゃおうっと。トロピカルも変更できるね。トリプルミルフィーユにしちゃうからね。あ、でもそうか、トロピカルをトリプルミルフィーユにして、ガーリックのやつをなんかちょっと変えてみよう。チーズバーストっていうのにしてみようか。こんなカスタムまでしてさ、選べるとかさ、大丈夫？ドミノさん、お支払い金額4560円、割引金額4200円。何言ってんの本当に。 M サイズが0円になってますね。0円になってる、0円になってる。じゃあ注文しますよ。注文完了。本当に、すごい、本当にタダだ。これ全部頼んでたらかなりいってましたよね。もう割引金額が4200円ですか。かわいそう、ドミノさん、ドミノさんがなんでこんなダメージ受けなきゃいけないの。でも食べる、嬉しい、ありがとうございます、やったー、ふう、楽しみ。じゃあ来るまで荒野行動やるか。やりますよ。はい、ということで届きました。でかい、すごい、 L サイズ頼んだの初めて。でかい、すごい、私何人分、やったー。 L サイズとなんと M サイズも2枚も届きました。これ実質ただ、ドミノさんこんなに一生懸命こしらえてくれてありがとうございます。すごい、荒野行動してたら一瞬できた、嬉しい。初めてですよ L サイズ。オープン、ババーン、すごい、でかい、テンション上がるっしょ、こんなの、すごい、おいしそう。おー、これもう本当なら1枚でお腹いっぱいぐらいの感じのものがこんなにも。じゃあ全部開けちゃるかい、やったー。
美味しそう。これちょっとチーズたっぷりのやつなんですけど、分厚くなっててタルトキッシュみたい、すごい。そしてこれハワイアン、すごい。パイナップルとハムのやつですね。子供の頃からちょっと夢だったんですけど、頼む勇気なかったけど、今回の粋な試みのおかげで頼めた。ついに嬉しい。すごいちっちゃく感じるけど、これで M ですからね。これがおかしいよ、でかいよ、すごい。アメリカン、ミュータント忍者タートルズの好物がピザだよね。カワバンガー、ふう。じゃあいただきたいと思います。イエーイ、いただきます。どれからいこうかな。 L サイズ。じゃあもうこの貪欲にペパルニもお肉もゴロゴロ乗っかっちゃってるこの子にしようと。中さん、お忘れじゃないですか。いいね、いいね。あ、先っちょちぎれた、途中で話しかけられたら。はい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 、いただきます。これこれってガツンっていうアメリカンフルスイングで来てくれる感じ、美味しい。なんかドミノさんって味がとにかく美味しいよね。うん、とりあえず L サイズをやっつけますか。どうぞ皆さん。やったーって言うと一瞬でマジでなくなるから。いただきます。これも食べたい。待って、この皿エルメスの皿だから。おお、高木さんがいきなり使うことになって、私いつか大事な時に食べようと思ったんです。走る回です。一瞬や、うん、うまっ。え、一瞬でなくなった、マジで。なおさん、ちなみに M サイズって一人で行けると思います。いつも一人で行ってるわ。うまっ。うん、チーズドッカンですね。うん、うん、これ一枚誰か食べて。はい、うますぎ。高さ早くも L サイズが1枚になりました。ねえ、あー美味しい、幸せ。じゃあ続いてガーリックいってみたいと思います。うわー、絶対美味しいじゃん。こんなん触っただけでもう餅だよ、これ餅。持ったとこ見て、この分厚さと横にチーズがぎっしり詰まってんの、耳のところに。美味しそう。触った時プルプルしてるの。こんなの絶対美味しいじゃん。うまそう、いただきます。ガーリックぎっしり。これみんな食べてみて。これ、あ、生地これの方がいいかも。薄いの好きだったんですけど、チーズバーストっていう生地めっちゃ美味しい。これレベチだわ。ピザ界で、ピザ界における合まない優って感じ。ハンマユージロが珍しく勧めてくるんだけど、こいつ合まない優って言うんだっつって。でもなんか気持ちがちょっとぬるかったせいで、バキバキバキって鎖骨をこうやってえぐられて頭皮むかれるっていう。あの後どうなったんだろう、合まない優は。これ食べた方がいい、これ、これ、これ。うん、中さん、M サイズ。あれ、まばたきしたらなくなってた。みんなどんだけお腹が減らしてたの。あ、めちゃくちゃガーリックうまい。中さん、今日この後ラジオの仕事ですけど。関係ないね。この生地めっちゃ美味しい。こりゃうまいわ。今のところドミノ史上一番うまい。うん、さて中さん、残りの1枚も中さんにとっては合計。だってパイナップル乗ってるんだよ。行ってみましょう。ハワイアンです。よし、ハワイアン初めて、いただきます。うん、うん、うん、アロハオレー、ワイキキビーチ、ココナッツクルミリアン、プラダンス、うまい、うまい。もう私の知ってるハワイ全部出た。もう出終わった。あ、これはうまい。パイナップルの意味、あのショートケーキのイチゴ針に重要パーソンでした。うわ、すごい。じゅわーって弾けてトロピカルになって、でちゃんとその下のトマトとかハムのジューシーさをより甘くうまく引き立てる感じで、ちゃんと大主人公でした。なんで乗ってるんだろうと思ってたけども、すごい考え尽くされた結果だったんですね。ドミノさん天才だよ、すごい。
うん、いただきます。いただきます。あれ中川さん、またいただきます。うまっ。これはうまい。一瞬だったね。どんだけお腹減ってました、皆さん。何せ今日はさっとワンサクいますよ。あれあれ、え、誰かスタープラチナ使った。時は動き出す。終わった。一瞬でなくなりました。 L サイズと M サイズ2枚。いやー幸せ。ちなみにピザ来てからまだ15分も経ってないです。なんなら足りなかったぐらいの。いや美味しい、すごい幸せ。いやでもこうみんなでワイワイ食べるものですね、ピザってね。いつも M サイズ一人でもサクッと食べれたぐらいのあれだったんですけど、なんかみんなうまって幸せを感じてる感じの、この部屋がなんかいいハッピーな気に満たされてる感じがします。こんな出血大サービスしてもらっちゃって申し訳ないですね。ちょっとドミノさんに恩返しすべくみんなでもっと注文しまくりましょう。このキャンペーンね、今猛暑の中、なんと女の子が自転車で届けてくれたんです。泣ける。ごめんね、ありがとうございます。ゆっくり遊んでもらいたいね。このキャンペーン中てんこ盛りの注文で皆さんスタッフさん大変だったと思うんですけど、どうかお疲れ様でした。もうドミノの皆さんにいっぱい幸せラッキーが降り注ぎまくりますように。はい、大満足の幸せをいただきました。ということで、ぜひ皆さんどこのピザが好きとか、ドミノで頼むなら どのメニューが好きとか、これ食べてみてみたいなおすすめあったら教えてください。あのさ、照り焼きマヨみたいな頼む人とかさ、じゃがいものやつとかさ、冒険しないといけないやつ行く人かっこいいと思う。海苔乗ってるやつとかね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね。たらふく食べて幸せだったっていうだけの動画でしたけど。メポ、背中と眉毛がかっこよすぎてイケメンすぎて心配。メポ、うん、かっこいい。メポかっこいい。メちゃんかっこいい。イケメンすぎる。メちゃん、あーかっこいい。ねえねえ、ねえねえ、あーかっこいい。振り向きかっこいい。ショコラ、ショコラ、ショコラ、ショコラもかわいい。金のメッシュ。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。